ようやく研究施設に入れるぜ。ここは特に警戒が厳重な区域ですね。ここは俺たちに行かせてくれ。元はといえば最初の目的地だからな。おまわりをしたもんだぜ。
何かわかるかもしれません。電源センサーを使ってみましょう。こいつなら。はい、私の同系機ですね。現在稼働しているのは私だけですが。愛はここで作られたってわけか。ちょっと見てみるか。懐かしいだろ。製造時の記憶がないので懐かしいという感覚だ。それにここは VIP ブースらしく完全封鎖、通常の操作では入れなくなっているようです。VIP だって。待ってください。どうやら近くにガイアメモリの反応があるようです。ここにも。よし、トリガーメモリを手に入れたぜ。楽勝だな。どうやらこのメモリを分析していたようだね。ああ、ガイアメモリもゼウスの研究対象だったな。おっと、そんなに返してはくれねえか。ろくに確認もせずに取るからだよ。
どうだ。もう一体、敵の反応が接近しています。一体？標的のお出ましってわけか。なんだ、オーズじゃないのか。まあいい、侵入者は許さん。まったく、次から次へと。オーズの敵らしいが、グリードではないようだね。とすると、ヤミー。見たところ、カマキリのヤミーかな。また通せんぼか。この辺りにバリアの発生装置があるはずですが、ではそれを壊せば消えるということか。まだアイダ博士の手がかりを見つけてね。さっさとぶち破っていただいてくぞ。その言い方、まるで風の左平次に出てきた押し込み強盗だよ。ここです。銃で撃ってみましょう。よし、進めるぜ。翔太郎、さっき愛の同型機があった場所に行ってみよう。待ってください。バリアが解除されたことで入手可能な情報が増えました。その場所にコアメダルに似た反応もあるようです。私の同型機があったブースの使用者は VIP ゲスト、アイダ博士。アイダ博士だって。ということは、そこにあるメダルは例の恐竜のコアメダルかもしれない。こりゃ行くしかねえな。AI 研究の権威、アイダ博士。彼女が愛を作り、セクターシティに寄贈した。ここはその開発ルームというわけだね。でも愛は俺と会った時、アイダ博士の名前は知らないって言ってたぜ。本当に知らなかったのです。私の記憶には何もありませんでした。君の言ってることは信じるよ。しかし、開発者の記憶がないのは不自然だ。何者かがその記憶を削除したのかもしれない。あれ、
何のために。ともかく詳しく調べてみようぜ。3枚のコアメダル、間違いねえ。あの写真に写ってたやつだ。他に書類もありますね。これは新世代兵士開発工程書、宛名は財団 X、 署名はゼウス。コアメダル、ガイアメモリー、ネバー、開発計画の極秘書類じゃねえか。アイダ博士は奴の計画をここまで。しかしその後どこへ行ったんだ。メモがあります。ゼウス博士の研究の進行を確かめる必要がある。確かにこの工程を追いかけていけば研究を阻止できそうだぜ。左、戻ってきたか。守備はどうだ。ああ、警備は厳重だったけど余裕だったぜ。あれくらいの警備は普通だよ。翔太郎の警戒が緩かっただけさ。うるせえ。その後楽勝で突破したんだからいいじゃねえか。よかった、急に研究所が騒がしくなったから心配してたんだ。まさかゼウスの計画がそんな恐ろしいものだったなんて。ああ、だがアイダ博士のおかげで俺たちも知ることができた。褒めようぜ俺たちで。もちろん、恐竜のコアメダルも手に入ったし、使い方を間違えなければ頼もしい戦力になる。この付近に接近する大きな敵反応を探知。来やがったな。よし、迎え撃とうぜ。